ーマンハト浦田坂田あわつき、今回ですけれども元気先生のラボに遊びに行きました。シェーイ、よろしくお願いします。お願いします。今回は液体窒素を使って一瞬にして100人分のアイスを作っていこうと思います。シェーイ。この液体がマイナス196度、周りはね寒い、一瞬で冷やすことができるんで、普通 5,6 時間かかるアイスを一瞬で作ることができます。作り放題ということで、こちらにですね大量のアイスの素材と、うん、みんなで持ち寄った、うん、凍らせて、まあ、アイスにトッピングしたいもの、うん、パイナップルとか、なんかお酒とか、なんかいろいろ持ってきました。まずはじゃあトッピングから液体窒素を使って料理していきましょうか。はい、じゃあお願いします。レッツクッキング。バナナあたりからいかない？あ、いいっすね。じゃあ俺、ミカ。じゃあ俺、パイナップル。お餅のメロン、みたらし団子、みたらし団子。じゃあとりあえずバナナいきます。いけー、ゴー。え、いなくなった。うわー、どこに行ったんだ。バナナ。まだここ周り沸騰してるってことはマイナス196度になってないの。沸騰が止んだらマイナス196度になる。じゃあ他のも入れちゃおう。じゃあ僕、みかんさん入れる。みかんいきます。うわー、暴れる、暴れる。やっぱアイスといえばみたらし団子。アイス合ってるそれ。えっ、もやみたいなの出てる。あ、みたらしがひっついてる。みたらしが未練がましい。あ、あ、生でした。みかんが、みかんが一つ、なんかバラバラになって、あ、食べやすくなってきましたね。じゃあパイナップル入れます。おっちゃんってやんない、ないんでね、ゆっくり落としよう。すごい、やばい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 、すごい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 。助けてください、下半身つぶれて。おお、なんか部屋にこう飾ったらちょっとおしゃれ。確かに、ね。魚屋さんみたいな気持ちいい。あ、君たち受けて追加されるよ。あー、はい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 。あー、おー、やばっ。あー、あー、パイナップル強、また減ってますね。ちょっとちょっと無駄に使ってますね、これ。これ怒ってる。あれ、1000円ですよ。で、ここに、おー、おー、すげー。なんかパキパキしてる。すごいやん。誰か行きます。ハンガーで行きます。はい、3、2、1。あ、音が漏れた。音が漏れた。おおおおおおお、あ、冷てこれは無理ですね。壊れちゃう。割れろ。あー、これをスーパーセロで。すげー、すげー、結構来てる、結構。うわ、あ、でもうめえ。うん、超美味しい。引き上げていきます。あ、これ、これがない色々家庭。すごい。え、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 握力上がった。全部手でいけるんじゃない。いけるわ、いける、すげえ。みたらし団子も混ぜよう。おおお、でも口がうまいこと取れた。はい、OK です。はい、じゃあアイス作りの方にやりましょうか。はい、お願いします。はい、はい、まずじゃあ牛乳入れましょうか。僕らの友情に乾杯。はい、北海道牛乳。うおー、生クリーム入れます。結構混ぜなきゃいけないですね、これ。そうですね、しっかり混ぜておいた方がいいですね。お砂糖もお願いします。うおー、優しく優しく、片手で。はい、大変なのはね、こっからなんですよね。え、ここに液体窒素を入れるんですけど、だんだん重くなってくるので、はい、じゃあ俺はお皿、じゃあ液体窒素入れる人、はい、じゃあ俺カメラ、じゃあ俺はパイナップル食べようかな。今日だけで腕待っちゃう。上と下持ってもらって。あ、こわっ。あ、やべ、怖い、めっちゃ怖い。そうね、うわ、魔法だ、本当に。魚食いってやって。おぉ、どんぐらい。マスクしてるから。魔女のさ、料理家。なんだこれ。ちょっとね、一瞬一瞬ね、固まってんの見える。全然何が起きてるかわかんねえ。魔女の料理感ある。うわぁ、すごい、ほら、ワイスになってる。すごい、魔女の料理。な、え、なんだ、重くなった、重くなった。すげぇ、これが科学の料理か。ふぅー、重てぇ。頑張れ頑張れ、早く混ぜて、早く混ぜて、混ぜて。うわぁ、すごいすごいすごい、危険になってる、もう。おぉ、強い。坂田の手がついてる。離れない。うわぁ、うわぁ、すげぇ、こんなんよ。おーし、完成です。
食べよう。そんなまさかこんな即席で作ったもの美味しいわけないでしょ。いただきます。え、めっちゃ美味しい。え、めっちゃ、え、お、すごくないこれ。普通のアイスが、うまっ。ゲロ甘い。うん、まっ、うまっ。あ、これみたらし団子か。普通にうまっ。液体窒素入れると一気に蒸発するんで、ふわふわのアイスが簡単に。あー、なるほど。酒を持ってきたんですよ。はい、いけませんか。ここにお酒を混ぜると。おお、え、この蒸気がすでにさ、酔っちゃうんじゃないかな。おお、なんだなんだ、すごい色が変わってきた。うわー、ウイスキーのシャーベット。いただきます。いや、めっちゃうまいよ。ね、めっちゃうまいけど、これ40度だから。いや、もうね、死んじゃうじゃん。マジで結構お酒って感じ。超うまくない。うん。俺思ったんだけどさ、俺ら歌いてやめてアイスややらない。